んにちは。はじめまして、ヨシペンさん、はじめまして。はい、アップアップガールズ2期候補生、エントリーナンバー17番のマスホです。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとう。みんなお星様がキラキラしてるよ、ありがとう。カエルさん、こんにちは。こんにちは、こんにちは、こんにちは、みんなこんにちは。41人、ありがとうございます。ありがとう。すごいお星様がね、すごいたくさん来てて嬉しいです。ありがとうみんな。それではちょっとゆきたんさん、こんばんにゃんこ、こんばんにゃんこ、イエーイ。はい、ちょっと自己紹介をね、自己紹介しますね。イエよいしょ、自己紹介します。あ、だるまさんがすごいたくさん。だるまさん、ありがとうございます。ということでいきます、自己紹介。いえ、はい、エントリーナンバー17番のマスホです。はい、ね、みんな周りから、家族からも、あ、友達からもマスちゃんって呼ばれてるので、ぜひ皆さんマスちゃんって呼んでください。お願いします。マスちゃんです。はい、私は静岡県出身です。静岡といえば、なんだ、三日日みかんとかね、ここに書いてあるみかんとかうなぎとかが有名ですね。あとは、そう、あのね、炭焼きレストラン爽やかっていうのが浜松にあるんですけど、すっごい美味しいんですよ、爽やかのハンバーグが。なんかこう、鉄板なんかちっちゃめの鉄板にハンバーグが、なんかこんぐらいのハンバーグがドーンって乗ってて、それをなんかナイフ、店員さんがナイフでこうやって半分に切ってなんかジューって焼くんですけど、でそれがなんか翌焼きじゃなくて、なんかレアっていうの、なんかちょっと赤みがあるハンバーグで、すっごい美味しいんですよ。食べたことある方いますかね。もうぜひ静岡県に来たら爽やかなハンバーグを食べてほしいです。ぜひ、絶対ね、食べるべき。静岡県に来たら爽やかなハンバーグを食べるべきです。はい、高校3年生の18歳です。高校3年生なのでね、もうね、今月2月なので、もうすぐ卒業なんですよ。私もうラスト JK です。もう女子高生卒業するんですよ、18歳なのでね。3月に卒業します。あ、質問とかあったらなんかどんどんしてください、コメントで。ある程度自己紹介したら全部バーってコメント読みます。はい、趣味はカメラで写真を撮ることが趣味なんです。そう、一眼レフ持ってるとなんかかっこいいなと思って、そう、一眼レフ買って、一眼レフで写真をすごいいろんなの撮ってるんですけど、なんか景色の写真も撮るし、妹の写真撮ったりするし、あと友達の写真撮ったりするし、でもやっぱ花の写真を撮ることがすごい多くて、なんかその地元のいろんなスポットに行ってお花の写真撮ったりするのが好きです。あと他にも趣味たくさんあって、音楽聴くことも好きだし、あと、なんだろう、そう、ドラマ見ることがすごい好きで、最近だったらなんか、あ、そう、なんかみんなすごい見てるって言ってた今日から俺はも見てたし、あと一番好きなのがコードブルー大好きなんですよ。私すごいコードブルー好きで、ファーストシーズンもセカンドもサードも映画も全部見ました。すごい好きです。なんかこういうドラマ好きだよってあるのあったらぜひコメントしてくださると、なんかわかんないのもあるかもしれないんですけど、結構ドラマとか好きで、今もう毎日のようにドラマ見てます。すごい好きですね、ドラマ見るのは。はい、で特技
特技はですね、そう昨日もあのオーディションで昨日オーディションでやったんですけど、あの舌をそう舌ってね、なんか演習弁だと舌ベロって言うんだよ。舌ベロって言うんですよ。舌ベロって舌ってなんか同じ言葉続いてんじゃんってなるんですけど、そうなんか結構演習弁なんですよ静岡県って。なんか関西弁とかだとなんとかやねんとか、なんか語尾につくのが多いんですけど、そうなんか語尾につくのもあるんですけど、なんとかだらとか、なんとかだにとか、だもんでとかが演習弁ですね。そう、あとあ、そう下三つ葉にするのはやりますか。昨日やったんですけど、すごい地味なんですけど、これですね。そうすごい地味なんですけどね、結構ね難しいんだよ。そう結構難しい。あとはそう歌うのすごい好きなんですよ。もうちょっと人が増えたら歌おうかなって思います。ちょっとコメント見ましょう。すごいなんかだるまとかハートとか送ってくれてる人いて、ありがとう。もう早速マスちゃんって呼んでくれてる人いて、ありがとうございます。初見です、ありがとう。はじめまして皆さん。爽やか五郎さんかと思った。爽やか五郎さんではないです。あの炭焼きレストラン爽やかです。2期受けてくれて嬉しいです。私の中では実質ハロメンでした。そう、ありがとうございます。もう本当に絶対受かりたいので、ぜひ応援よろしくお願いします。フジモンさん初見です、ありがとうございます。身長何センチですか。身長は163あったんですけど、なんかこの前測ったら 162.8 でした。ちょっと下がった。だからまあ実質163です。ペンギンさんこんにちは、こんにちは。年はね高校3年生の18歳です。18です。下着かよってコメント見えてるって、コメント見えてますよ。西部中部東部でちょっと変わりますよ。あ、そうなんですか方言。へえ、変わるんだ。静岡県全部一緒だと思ってた。アバターさん初見です、始まってたのですか。始まってますよ。ヨシペンさん愛知でもダモンで使ってたかな。そう、なんかどこまでがねなんか演習弁なのかわかんないんですけど、結構ダモンでっていろんなとこで使ってんのかな。結構わかんないな。ゆりかさんはじめまして、はじめまして、イエーイ。フジモンさん体重は、体重ちょっと内緒にしとこうか、リンゴ3個分で。あ、すごい、何これは、なんだ、雪だるま、雪だるま10個ありがとうございます。これ雪だるまで合ってんのかな、なんだろう、雪だるまかな、ありがとうございます。アレキサンダー大王さん2週間量、おすごい、2週もしたんだ。もう結構もうみんなやってるんですかねショールーム。フジモンさん軽すぎ、そうリンゴ3つ分です、私の体重は。じゃあちょっと続きに行きましょう。はい、そう特技歌なんですけど、どうしよう、歌おうかな、何歌おう。あの二次審査の、あ、そう昨日はボーノさんの初恋サイダーを歌ったんですけど、今日は二次審査の時に歌ったなんだっけ、そうモーニング娘さんのここにいるぜをじゃあちょっと披露したいと思います。よいしょ、いきます。イエスはなら夢の翼を広げ、ブレイクする自分をぶち破れ、何がしたいとか聞くけれど話せばびっくりするじゃん。
が始めると超不安な顔するじゃん。僕らはまだ夢の途中、みんなみんなそうなんだ。言い訳などグッバイバイ、チャンスはそこにある。 Yes, まだない一度きりの人生。 Oh, お腹いっぱい学ぼう。 Yes, まだない夢の翼を広げ、ブレイクスルー、自分をぶち破れ。イエイ。はい、ありがとうございます。こんな感じです。そう、歌は小学校3年生から9年間習ってます。ダンスも9年間習ってます。なのでまあ特技かなって思います。はい、他にも特技あるんですけど、パソコンのタイピングがすごい得意、すごい得意ってわけじゃないんですけど、まあ、結構できるかなって思って、10分間で800文字打てますって言っても、何文字がすごいんだって私もよくわかんないんですけど、まあ、10分間で800文字ぐらい打ってて、なんか1000文字打てたらなんかすごいかなと思って、今は10分間で1000文字打てるように頑張ってます。そう、あとは華道、中学の時に華道部に入っていて、花を生けたりしてたので、なんかまあ部活でちょっとやってたぐらいだから得意ってわけじゃないんですけど、まあ、華道もできます。そう、パソコンできるって言ったんですけど、検定を持っていて、そのパソコンの、そう、 2級だか3級だか持ってるんですけど、そう、商業関係のなんか検定を結構持ってます。簿記とか、簿記取ったんですけどね、検定そんなあんま得意じゃないんですけど、簿記とか、あとエクセルとか、そのさっきのワープロとか、そういう関係の検定を何個か持ってます。はい、ちょっとコメント読むね。どこまで読んだっけな。ヨッシーさん、はじめまして、こんにちは。こんにちは、ヨッシーかっこかりさん。アレキサンダー大王さん、50カウント完了、ありがとうございます。リホかっこかりさん、こんばんは、こんばんは。ヨシペンさん、リホリホかっこかりさん、お、パチパチ、ありがとうございます、嬉しい。ヨッシーかっこかりさん、うまい、昔の曲知ってるのに、ありがとうございます。モーニング娘。は好きなので結構知ってると思います。高文さん、タッチタイピングできる。タッチタイピングってなんだっけ、なんか画面見ずに打つやつだっけ。できますよ。なんか画面見ずにじゃない、キーボード見ずに打つやつか、できます。ヨシペンさん、芸歴長いのね。そう、9年間歌とダンス習ってます。すごいすごい、待って、これ何、うまっていう、なんか何これ、ギフトもらいました。お、すごい、だるまがたくさん。ゆきたんさん、ありがとうございます。ゆりかさん、マスちゃん顔がかわいい、ありがとうございます、嬉しい。リホリホかっこかりさん、モーニング娘。で誰推しですか。モーニング娘。そう、モーニング娘。3人推しがいるの、なん絞れなくて、1人が羽賀あかねさんで、2人目が小田さくらさんで、3人目が森戸千咲さんで、この3人が好きなんですけど、最近は羽賀あかねさんがすごい一番来てます。すごい可愛いし、なんかそう、妹キャラって感じだけど、最年少ですごいなんか大人っぽいところもあって、すごい好きです。高文さん、いいね、ありがとうございます。いいね。皆さんもなんか質問とかあったら、ぜひ
コメントしてください。はい、次長所。ポジティブ。そう、ポジティブだねってよく言われます。いろんな人に気持ちのね切り替えが早いって言われます。まあ確かにそうかなって思うんですけど、でもなんかこういう何芸能界ってなんかポジティブさとか大事かなって思うし、なんかプラス思考っていうのがなんか大事かなって思うので、結構いい長所だなって、自分で言うのもおかしいけど、自分の長所、自分のいい長所だなって思います。はい、次。好きな食べ物。好きな食べ物、じゃーん。そう、枝豆がねすごく好きなんです私。高校のお昼ご飯って弁当なんですよ。大体そうなのかな、給食のところもあるかもしれないけど、私の学校はその弁当なんですけど、枝豆こんぐらいのパックに枝豆バーって入れてそれを持ってってます。枝豆だけじゃないですけど、ご飯とおかずと枝豆って感じで、そうパックに枝豆を詰めて持ってってます。あとはハッシュドポテト。そう、ハッシュドポテトすごい好きで、なんかその冷凍食品のなんだっけハッシュドポテトも好きなんですけど、コンビニに売ってるハッシュドポテトが好きで、今日のお昼もハッシュドポテト食べたんですよ。焼きうどんと、焼きうどんも好きなんです。なんかそう、なんか食べるの好きだから、なんか好きな食べ物をなんか絞るの超大変だから3つになっちゃったんだけど、他にも好きなのオムライスも好きだし、ハンバーグも好きだし、焼きうどんも好きだし、もうすごい食べるのが好きです。お菓子も大好きです。あとエビフライ。そう、エビフライね、エビフライ好きなんですよ。なんかお店に売ってるエビフライってなんかまっすぐになってるじゃないですか。でも私の家で作るエビフライってなんか丸まってるんですよ、こうやって。それが好きです。いや、まっすぐになってるのも好きなんですけど、なんか丸くなってるエビフライが好きです。はい、好きな飲み物。そう、好きな飲み物、好きな飲み物っていうかよく飲む飲み物は水とお茶ですね。私水とお茶大好きなんですよ。なんかジュースは基本飲まないんですよね、あんまり。別に嫌いなわけじゃないんですけど、嫌いなわけじゃないんですけどね、ジュースはオレンジジュースが好きなんですけど、よく飲むのは水とお茶です。水はなんかその歌うの好きだから、なんか歌にはなんか水がいいって聞いたから水をよく飲んでて、お茶はやっぱね静岡県なので緑茶をよく飲んでるです。あとは麦茶も好きです。紅茶も好きです。イエーイ。そう、結構ジュースね飲まない。炭酸苦手です。炭酸、なんかコーラとか炭酸飲料はちょっと苦手です。なんかこう飲んだこと、コーラは飲んだことないんですよ私。なんか炭酸のオレンジジュース飲んだことあるんですけど、なんか飲んだら喉溶けた感じがしてすごい嫌で嫌いになりました。ちょっとコメント読むよ。どこまで読んだっけ、あ、ここだ。リホリホかっこかりさん、あかねちん可愛いよね。ね、可愛いよね、あかねちん。すごい好きなの本当に。なんか最近あかねちんのブログすごいよく見てるんですけど、すごいなんかブログの文章も面白いし、自撮りの写真も可愛いし、すごい好きです。マーブルさん、こんにちは。こんにちは。エビフライをひらがなで書いてるの初めて見た。嘘、エビフライってカタカナだっけ。カタカナか、カタカナだね。エビフライなんでひらがなで書いたんだろう。全部ひらがなだった。フライだけカタカナだと思ってたの。全部ひらがなでした。ひらがな、カタカナか。なんでひらがなで書いたんだろう。
ヨシペンさん、マスちゃん落ち着いてますな。いやでもめっちゃ緊張、なんかさ始まる前超緊張してて、もうずっとどうしようどうしようどうしようってすごいそわそわしてました。すごい緊張してます。なんかこうやってなんか一人で喋るのすごい苦手なんですよ、なんか画面越しとかで。だからすごいもうどうしようと思って何話そうかずっと考えてて、もうさっきも始まる前ずっとシミュレーションしてて、一人でここではこうやって喋ってってずっと一人で考えてました。3週フルコース完了、すごい3週もしてきたのね、すごいすごい。モーニング娘。のラブマシーン歌ってみてよ。ラブマシーン、ラブマシーンってどこだっけ。あんたにゃもう足りない、あたしゃほんとナイスパリパリパリ、自分で言うくらいただじゃないじゃない、熱けりゃ冷ませばいい、寂しけりゃエビパリパリパリ、誰にもわからない、恋愛っていつ火がつくのか、ダイナマイト恋はダイナマイト、どんなに不景気だって恋はインフレーション、そんなに優しくされちゃみだら明るい未来に就職希望だわ、日本の未来は世界が羨む、イエ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 イ、恋をしようじゃないか、ウォ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 ウ、ダンスダンシングオーザナイト、イエーイ。合ってたかな、歌詞間違ってたかすごい心配。マスちゃんこんにちは、こんにちは。アヒルさんこんにちは、アヒルさん合ってる、こんにちはアヒルさん。ちょっとハロプログッズ、お気に入りのハロプログッズ見てみたいです。なんかこれ見せていいのかわかんないんですよ。なんかそのキャラクターとかなんか著作権とかあるじゃないですか。グッズっていいのかな、なんかわかんないんですよね。私も見せたいんだけどね、ちょっとわからない、見せていいのかな、ちょっと心配だから、ちょっとどうしよう、見せね、なんかえいいのかな、えわかんない、ごめん。よしペンさん健康的ね、あれかな、水とお茶かな、そう水とお茶ばっかり飲んでるから、そう健康的な体です、よかったです。風邪どうだろう、結構引く方なのかな、わかんない。でも熱は全然出さないし、インフルにもなってませんまだ今年そうインフルエンザ流行ってるからみんな気をつけてね、インフルならないようにね、大変だからインフルって。私インフルになったの中学3年生の時にインフルエンザになったんですけど、しかもその中学3年生って高校入試あるじゃないですか、高校入試の前日に治ったんですよインフル。でその年ウルー年だったんですよ。だからウルー年じゃなかったら私入試とインフル被ってたんですよ。もう本当にウルー年に感謝してる。マーブルさんうまいね、いい声ありがとうございます。なんか結構ハスキーだねって言われる時あるんですけど、よくわかんないです、いい声って言われたのでよかったです、イエーイ。一人で話すの大変だよね。そうなんですよ、本当になんか一人で喋るの大変だからね。このなんか15日までショールームできるので、ちょっともう15日にはもうみんなイエーイって感じで、なんかノリノリで話せるぐらい余裕を持ってねできるように毎日配信頑張りたいと思います。準備しっかりしてて偉いね、ありがとうございます。もう毎日準備して頑張ります。ポニータさんマスホーイエーイ、マスちゃんって呼んでね、イエーイ。マーブルさんパチパチありがとうございます。すごいパチパチがたくさん来てる。アカペラなのにうまいな、ありがとうございます。まあ、アカペラってすごい大変ですよね、すごい難しいんですよアカペラ。なんか音がすごい取りにくくて、本当は音楽流したいんですけどね、なんか著作権があるらしくて。でもアカペラでもねちゃんと歌える人にね
ならなきゃいけないと思うんですよ。だからアカペラでもねちゃんと歌えるように頑張りたいと思います。ヨッシーさんパチパチありがとうございます。すごいねさっきからねパチパチがたくさん来てて私はすごく嬉しいです。パチパチパチありがとうございます。ヨシペンさんもカシオペイヤさんこんにちは。歌は小田さくらちゃんに寄せてる感じ、なんかわかんない、なんか自覚はないけど、でもすごい小田さくらちゃんの歌声とか歌い方とかすごい好きだし憧れてるから、ちょっと無意識に寄せてるかもしれない。似てたのかな、それはそれで嬉しいけどリホリホカコカリさんパチパチありがとうございます。たかぶんさん、すごいこれ何、花束かな、花束10個いただきました、ありがとう、嬉しいです。マスちゃんの声落ち着いてて癒されるゆりかさんありがとうございます、嬉しい、なんか声を褒められるとすごく嬉しいです、ありがとうございます。イエーイ、癒されるって嬉しいですよね、なんかね嬉しいです本当に。確かにグッズはどうなんだろう、難しい、そう難しいんですよね、よカッパのねちょっと怖いからごめんね、やめとくね。たかぶんさん、毎回行きたいけど社会人にはきつい時間が、そうですよね、5時ってやっぱねちょっときついですよね。ちょっと今日ちょっと夜は配信ちょっと用事があってできないので、でも何時ぐらいがいいですか皆さん、明日ももしかしたらこんぐらいの時間になっちゃうかもしれないんですけど、何時ぐらいがいいんですかね。私あのなんだっけ、18歳未満が9時までなんですよ多分。で私18歳なんですよ。18歳未満ってことは17歳までが9時までなんですよね。ってことは私は10時まで配信していいってことなんですかね。なんか未満とか以上とかよくわかんない、以上18歳以上が10時ってことは私は10時まで配信してもいいってことなんですよね、きっとそういうことだ。だから何時がいいのか、なんか何時がいいとかなんかコメントしてくれれば、なんかその時間に会えば私はその時間に配信する。リホリホカッコカリさん、カラオケ配信はしたらあるのかな。あそう、カラオケ配信できるんだよねこれ、私なんか初めて知ったんだよね、ショールームにカラオケ配信があるってこと。今度やろうかな、カラオケ配信。なんかこうやってイヤホンつなげて歌うんだって、すごい楽しそうだよね。なんだっけ、ダムに入ってる曲がカラオケに入ってるって言ってた。ハローさんでいいのかな、マスホー、イエーイ、マスホーでーす。うま10個いただきました、ありがとうございます、イエーイ。はるかさんこんにちは。こんにちは、初見です、ありがとうございます。マスホーでーす、マスちゃんって呼んでください。マスホーです。そう、名前がねすごい変わってるんですよ、変わってる、珍しい名前なんです、マスホーって。から覚えやすいのかな、珍しいな、覚えやすい名前なんですかね、まあ、マスちゃんっていう愛称で覚えてくだされば嬉しいです。マスちゃんって呼んでください。ヨッシーかっこかりさん、22時まで大丈夫だね、ですよね、22時は10時ですよね、だから10時までだよねやっぱ、うん、よかったよかった。ヨシペンさん、8時とかなら行きやすいのか、8時ね、8時覚えとこう、8時ね。なんかあれですよね、皆さん仕事、お仕事帰りとかなのかな、そんなことないか、あれ8時が一番見やすい、 OK 覚えた。ねむこさん、口笛吹けますか。私口笛吹けないんですよね、口笛ってどうやってやるんですかね、口笛ってなんかどういう構造になったら口笛吹けるんですかね、ちょっとわからないです。口笛吹けるようになりたいよね、なんかね、なんだっけ、なんか口笛吹いたら蛇来るみたいなやつあるよね、ないか、あったよね、なんか聞いたことある。チャオさん、いろんな時間にやってほしい、いろんな時間にやってほしいですよね、やっぱなんか平日なんか時間規定があったんですよね、平日は4時から10時までで、休日祝日が朝の6時から夜の10時までだから、
そう、休日祝日は結構いろんな時間にできるかも。朝とか、朝なんか朝結構ね、朝やると結構人来るっていう噂を聞いた。高文さん絶対行ける時間は19時ぐらいやで、19時7時か、7時、あそうだね、7時が一番見やすいのか。7時いいね、いい時間だな。7時、ちょうど夕食ぐらいの時間それ私の家だけかと、はるかさん、マスちゃんですね。はい、マスちゃんです、よろしくお願いします。好きな曲は何ですか。好きな曲、これはいい、全部ですか、なんか世界中の曲全部ですか。好きな曲は最近よく聴いてるのは、なんかドラマの主題歌とかすごいよく聴いてたり、あとはハロープロジェクトさんの曲もよく聴くし、あとアプガニキさんの曲をちょっと頑張っても全部覚えようと思って、今最近聴いてるのはかかってきなさいを聴いてるし、あ、そう、モーニング娘。さんの自由な国だからが一番聴いてるかも今。あとは鈴木愛理さんのディスタンスとか結構聴いてます。一番、そう、一番好きな、一番好きな曲、そう、好きな曲ね、そう、鈴木愛理さんの曲かな、一番よく聴いてるのは最近。マッチュさん、はじめまして、はじめまして。リホリホカッコカリさん、自分は今春休みだから基本何時でも大丈夫やで。本当ですか、春休み、なるほどね、春休み、冬、春、へえ、春休みなのか。私もあの今2月ってなんか高校3年生、そう、もうテスト終わっちゃったから学校行っても何もすることがなくて、だから学校今行くのがすごい日数が少ないんですよ2月って。だから私も昼間すごい暇なんですけど、あの時間のね指定が4時からなので、そう、4時からしかできないんですけどね、お昼間もやりたいんですけどね。高文さん、吹こうとすると音出ないよ。そうなの、え、吹こうと しなければ音出るの、わかんないね。吹こうとせずに口笛をするってどういうこっちゃ。マッチさん、口笛ラムネ加えたらできるよ。あれですよ、なんかこういうの、なんか丸くて真ん中穴開いてるやつですよね、あれ好き。あれね、あれ加えたらみんな口笛できるんじゃない。あれ加えて口笛すればさ、なんかあれ加えて吹いたらなんか口笛できた気分になるのかな。口の形か、やっぱ口の形どういう形すればいいんだろうね。一生できない気がする口笛。ヨシペンさん、ヘビ出るとか迷信、迷信か、迷信かい、迷信か、やっぱ。じゃあ嘘なのか。ペルケンタさん、こんにちは、こんにちは、こんにちはとさ、こんばんはの境目が分かんないんだよね。どっからがこんばんはで、どっからがこんにちはなんだろう、分かんないな。何時、5時からがこんばんは、6時からがこんにちは、ちょっと、あれ、6時からがこんにちはなわけない、6時からがこんばんはなのかな、ちょっとわかんないです。謎の疑問が生まれた。はるかさん、鈴木愛理ちゃんすごいですよね。そう、鈴木愛理ちゃん大好きなんですよ私。そう、なんかこの前のあのツアー、秋ツアーにも行って、すごかったです、本当に好きだなって思いましたし、憧れますね。やっぱ一応大学生なんで、リホリホカッコカリさん、なるほどね、大学生って今春休みなのか、はあ、なるほどね。ペルケンタさん、暗くなったらこんばんはでいいんじゃない。やっぱそうだよね、こう暗くなったら、じゃあまだこんにちはか、ちょっと今外見えない、あ、でももう暗い、結構こんばんは、なるほどね。ほっぺすぼめないと、ほっぺすぼめ、あ、待って、今ちょっとならんか、待って、今一瞬鳴ったよね。ちょっとさっきより鳴るようになった。チャオさん、愛理のアルバムでは 何が一番好き。そう、これ本当に迷う、なんだろうな、スタートアゲインだな、スタートアゲインが好きです。鈴木愛理ちゃんのスタートアゲイン、すごくいい曲です、聴いてください皆さん。
暗くなったらかと思い込んでる。そうだよね、やっぱ暗くなったらこんばんはでいいよね。マッチさん、アイドルだからおはよう、アイドルはおはようだからいつでもおはようでいいよ。そうだよね、もうずっとおはようでいこう。おはようみんな、なったよ、なったよね、やっぱ、やったこれ毎日やればなるようになりそう。リホリホかっこかりさん、自分も鈴木愛理ちゃんキュート好き。あ、キュート好きなんですよ、私もキュート大好きです。キュートも鈴木愛理ちゃんも好きです。そう、今まだ自己紹介の途中でなんだよね。どこまで話したっけ。あ、そう、はい、次、はい、好きなスポーツ。そう、でも好きなスポーツって言っても私スポーツすっごい苦手なんですよ。あの中学で、あ、中学じゃない、学校で、あの、なんだっけ、体力テストやるじゃないですか。それでなんか走るのも別にそんな得意じゃないんですけど、 50m 走とか反復横跳び、あとなんだっけ、上体起こし立ち幅跳びとかは結構満点に近い点数なんですけど、問題は球技なんですよ。球技全然できなくて、あのボール投げ、ボール投げあるじゃないですか。あれは9メートルしか飛ばなくて、でも妹小学生なんですけど11メートル飛んだんですよ。私高校生で9メートルなんですよ。どうしましょうっていう感じで、なんか友達とかにボール投げのなんかコツ教えてもらったりするんですけど、なんか全然、なんかね、なんかコツ聞いても全然わからないっていう、もう致命的です。でもまあボール投げできなくても生きていけるしなって思います。でももう体力テストもすることないですし、まあ走れればいいかなって思います。はい、で好きな、そうかけ離れましたが、好きなスポーツ、まあその中でも強いて好きなのは卓球です。そう、卓球は球技なんだけど割とできるんですよ。卓球だけは、テニスはできません。なんかテニス、卓球できるならテニスできるじゃんとか友達に言われたんですけど、できません。テニスはよくわからないです。卓球はできます。結構スマッシュとかは打てないんで、スマッシュとかよくわかんないんですけど、結構ラリーは続きます。テニスもね、なんか学校でやったんですけど、もう全然なんかサーブがまずできないんですよ。なんかこう、なんか 上からと下からがあるらしくて、サーブってなんか上からもできないし、下からなんかもうどっか行っちゃうし、ボールがよくわかんないです。あとはダンス。そう、ダンスね、ダンスってスポーツっていうのかっていう、まずそこからの話なんですけど、ダンスは、まあ、好きです。そう、得意でって言えるかどうかはわからないんですけど、好きです、踊るのは。そう、体育の授業でダンスがあるんですよ、女子は。それでこの前、あのモーニング娘さんの What is Love を踊りました、ダンスで。あとなんか友達が K-POP 好きなので、なんか K-POP の方の曲を踊ったりしました。ほっぺを押さえながら吹くのかわいい、これなんかほっぺを押さえながら吹くといいって言ったから。ヨシペンさん、結構アイドル現場行くのかな。そうですね、結構ってどんぐらいなのかわかんないんですけど、最近行ったのはモーニング娘さんと、あと愛理ちゃん、鈴木愛理さんのライブですかね。そう、去年行ったのは。あとはアンジュルムさんもたまに行きますし、あのボーノさん の日本武道館で、おととしぐらいにやったあのボーノさんの日本武道館も行きました。ボーノさんも好きです。どうでもいいけど一番は鞘師里保かな。あ、鞘師さんね、いいですよね。リホのダンスがすごい好きなんですよ。今度あれですよね、なんだっけ、ひなフェスだっけ、ひなフェスであの鞘師里保さんがなんか出るっていうのを見てびっくりしました。ほーって。あとあの加護さんと辻さんの2人の WU も出るって聞いてびっくりしました。
沸点に近いってすごいな。あれかな、ボール投げのことかな。なんか全然飛ばないんですよね、ボール。よいしょ。息を吐いて吹くんじゃなくて、口の隙間に吹き込むようにすると出やすいかも。どういうこと？吸うってこと？吹き込む。でも最初よりさ、すごい出るようになってる気がする。よしペンさん、妹ちゃん年離れてるのね。そう、年離れてる姉妹です。年離れてる系姉妹って感じです。こまちゅさん、こんばんはです。こんばんはです。お疲れ様です。お疲れ様です。初見です。ありがとうございます。嬉しい。マスちゃんです。マスホです。マスちゃんって呼んでください。たかむさん、窓枠のライブ行くの？窓枠もね、結構行きますよ。結構でもなんか来てくださるときは行きます。窓枠はジュースさんの窓枠も行ったことあります。あとアンジュルムさんの窓枠も。リホリホカコカリさん、ボーノの武道館自分も行った。本当ですか？すごい良かったですよね。すごかった。あの武道館、あの結構離れてたんですけど、私上2階とかぐらいで見てたんですけど、もうなんか遠くても近く感じる迫力がすごかったです。小町さん、口笛。そう、口笛です。口笛吹けるっていう話になって、全然吹けなくて、今みんなさんからあのアドバイスをもらってたところです。口笛吹けたら特技になるのかな。ならないか。みんな吹けるよね、口笛。マスさん、んじゃニックネームはマッポンで。マッポンマッポンいいね。マッポンいい。なんかマッポン、私のニックネームですか、マッポンって。こんな感じかな。お、全部読んだかな、コメント。もうどん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 コメントしてください。今何、941人も見てるの。ありがとうございます。嬉しい。1000いくかな。1000いくといいな。好きな色、好きな色はピンクです。ピンクが好きです。あのね、ちっちゃい頃からピンクが好きです。あ、ここにもピンクあるんですけど、もう部屋の中もピンクだらけで、机もピンク、ベッドはピンクじゃない、ベッドなんか布団もピンク、カーテンもピンクっていう感じです。あとなんか小学生の時のランドセルもピンクだったんですよ、私。だからちょっと小6の時恥ずかしかったですよね、ピンクのランドセル背負ってて。恥ずかしかったなっていう思い出。なんかメンバーカラーとかあったらピンクがいいですよね。ピンクがいいなって思ってます。次、苦手なものと苦手なこと。苦手なものはね、結構多いんですよね。運動はそう、さっきも言ったけどね、運動苦手ですね、やっぱ。あと、そう、勉強苦手なんですよ、私。すごく勉強が苦手で、もう苦手科目は全部ですって言えるぐらい苦手で、漢字も苦手なんですよ。漢字検定持ってるんですけどね、3級か4級持ってるんですけど、漢字すごく苦手で、その漢字検定受けた時も短期暗記力で覚えて、だから検定終わったら全部忘れちゃったし、これの自己紹介の文っていうか文字書いてる時も結構なんか漢字調べたりしながら書いてました。難しいですね、漢字って。あとはあの計算をね、そう、一生懸命、そう、暗算ができないんですよ、私。なんか急に21-12話とかやったらなんか手使わなきゃできない。未だにたまに手使って計算してるんですよ。さすがにやばいですよ。もう18歳で手使って計算してるって相当やばいです。でもなんかなんでかわかんないけど、高3年生の2学期ぐらいから急になんか勉強を頑張ろうっていう謎のやる気が出てきて、クラスでなんか4位とか取っちゃったんですよ。あ、1000いった。うん、ありがとう。そうなんかね、急に4位とか取っちゃったから、先生もびっくりしてて、なんか珍しいですねって言われて、4位取って。でもなんか珍しいですねっていうのもちょっと失礼じゃんって思ったんですけどね、まあ、嬉しかったです。
どこだ、どこまで読んだっけな、あ、ここだ。小町さん、僕小2のある日の帰りの、あーどっか行っちゃった、ある日の帰りの学活に初めて吹けました。あ、そうなんですか。でも 小2で口笛吹けるんですね。みんなそんなもんなの、私だけ、なんか私吹けない人の方が少ないの、もしかして口笛って。わかんないね。ゼロさん、はじめまして、こんばんは。はじめまして、こんばんは。マスちゃんです。マスホです。あ、そう、これ書いたのちゃんと、マスホです。マスちゃんってね、呼んでくださると嬉しいです。あ、僕17なのでマッポン先輩の方がいいですか。わお、年下、いいな、年下の方に応援していただけるって嬉しいな。マッポン先輩、いや、もう先輩とか言える私立場じゃない。マッポンでいいですよ、マッポンで。ま、ま、これなんて読む、ま、わお、落ち着いて、黒板。ま、なんて読む、マッサさんかな。仕事終わりました、見に来ました、ありがとうございます。みんなちょうど仕事が終わる頃なのかな。5時、もう、え、もう、もう45分も経ったの、ちょっと早いな。私まだ全然なんか内容あるような話してないんだけど大丈夫かな。よしぺんさん、昨日もピンク着てましたもんね。そう、昨日ピンク着てた。昨日のオーディションではピンクのセーターに なんか下が、下何履いてたっけ私。そう、なんか履いて、スカート履いてました。あ、茶色、茶色、ブラウン、ブラウン、ブラウンも茶色も一緒かの、あのスカートを履いてました昨日は。リュウジ、リュウジさん、はじめまして、はじめまして、イエーイ。3分間だけタメ口と方言で喋ってみます。そんタメ、方言ないんですよね静岡。タメ口、タメ口なんとかだよみたいな方言、なんかそう、なんか急に話変わるんだけど、なんかその方言で、その静岡の演習弁の方言で一番びっくりしたのが、洗濯物を取り込むっていう言うんですよ多分標準語では。だけど演習弁だと洗濯物を寄せるって言うんですよ。だから多分東京の人とかに洗濯物寄せてきてって言っても、え、どこに寄せればいいのってなりますよね。でも静岡に来て洗濯物寄せてって言えば伝わりますきっと。リュウジさん、ピンクエースカラーですね。ピンクって、ピンクって確かにエースカラーの、嬉しい、ちょっとピンク取れるように頑張ろう。もうアプガニキさんって今あれですよね、メンバーカラーあるんですかね。アップアップガールズカッコ仮の方はね、メンバーカラーあるって聞いたんですけど、できたらねピンクがいいですね私は。小町さん、運動勉強苦手なのどうか。ですよね、やっぱ運動勉強って、でもなんかどっちかできるようになりたいよね、運動か勉強か、どっちがいいんですかね。やっぱ勉強、勉強できるって言ったらちょっとなんか知的な感じです。で、運動できるって言ったらなんか元気な感じするのかな。どっちができるようになった方がいいのかな。今更勉強ね、なんか勉強できるね、なんかどうだろうって感じ。運動の方がいい、でも運動できた方がやっぱいいんですかね、なんか体力とかついて。伊藤さん、こんばんは。睡魔と戦う受験生、おー、受験生頑張ってください。受験、やっぱそう、勉強してるとさ、なんか勝手に睡魔襲ってくるんですよね。すごい嫌ですよね睡魔は。塾の休憩中なんでちょっとだけ、ありがとうございます。休憩中に見ていただけて嬉しいです。よしぺんさん、受験はしない感じかな。そうですね、大学受験はしないですね。もうこのオーディションに本当にかけてます私は。ゆきたんさん、だるま10個、ありがとうございます。だるまさん、だるまさんかわいいなこれ。よしぺんさん、1000人おめでとう、ありがとうございます。1000、今1116人、すごい、1116人もこの私の配信を見てくださるって、もうなんかこんなになんか内容のない感じで本当に申し訳ないけど、なんかひたすら喋ってるんですけど大丈夫かな、楽しいですか皆さん、大丈夫かな。リホリホカッコカリさん、すごい、ありがとうございます。もうタカムさん、in English please、 やばい、私英語マジでできない、ね、どう、 I am my, I am じゃないよ、 my name is Masuchan、 I like sing
シングアソング、そうシングとソングの違いがね分かんない。シングがなんだっけ、シングが歌なんだっけ、あれシングが歌、ソングがうん、シングが歌うか、ソングが歌かな。あーもうやばい、中学生ぐらいからやり直そうかな。ちのんけんさん初見です、ありがとうございます。こんにちは、わん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 、マスちゃんです、覚えてください。マスさんあるらありますよね、きっとあるの、あるのかな、ない、どっちだ、公式にはまだメンバーからないんだ。でもなんかあるのか、なんかこの人のイメージはこの色みたいな、ピンク、ピンクがいいな、やっぱ。いやそうでないですよね、やっぱ。小町さんすいません、部活の用事で抜けますね、ありがとうございます、見てくださって。部活ね、私高校は部活やってなかったんですけども、帰宅部ってやつですね。中学の時は稼働部に入ってましたね。寺町さん、はじめまして、はじめまして、オーディション頑張ってね、ありがとうございます、頑張ります。リホリホかっこかりさん、ピンクはどういう、どういうピンクが好き。私はうーん、薄、あの薄いピンクも好きだけどな、うーんどっちがいいかな、濃い、あ濃い、あやっぱ濃いピンクがいいな、濃いピンクが好きです。マッサ、マッサさん、ニキはグループカラーが白ですね。グループカラーね、グループカラーが白なのか、あ確かにでも白って感じする、ちょっと。伊藤さん、静岡の人ね、はい静岡県です。何歳かな、高校、お高校3年生の18歳です、18です。アヒルさん、マスちゃんの後ろの浮き輪みたいな、あこれか、あれ風船だよ、あれ風船です、ハートのなんかもらったやつ。マスさん声が聞きやすいね、ありがとうございます。もうなんかなかなか声がなんか通らないってよく言われるので、すごい嬉しいです、声聞きやすいって。もっとねハキハキ喋ろう。ここだけの話、マイネームイズはイギリスの浪人ぐらいしか使わないぞ。え、そうなの、なんていうの、アイアムでいいの、わかんない、英語って難しいね、英語、英語すごくね、私も英語、まあ、英語が一番苦手かも、なんかね、単語とかね、覚えられないんだよね、わかんない、あ、テストの前に短期暗記力で覚えてます。ちのんけんさん、ワンワンもっと可愛くください、ワンワン恥ずかしくなっちゃった。 AKB 三昧かっこまいちゅんさん、自己紹介お願い、初見。わかりました、自己紹介します。そう今自己紹介のね途中だったんですけど、なんかもういろいろ話が私それすぎて、もうみんなちゃんとなんか把握していただけてるかすごく心配なんですけど、高校3年生の18歳です、今はアップアップガールズ括弧2期の候補生として、15日まで、配信してます。マスホです、よろしくお願いします。マスホです、マスちゃんって覚えてくださると嬉しいです。マスちゃんです、ぜひ覚えてください、お願いします。さきひこさん、はじめまして、はじめまして、マスちゃんです。 AKB 三昧さん、今までにオーディション受けたことある。オーディションはね結構そう受けてるんです、私あの書類で落ちたりしてます、書類で落ちたり面接で落ちたりして、やっとここまで来れたんです、このオーディションで。そうなんかここまでこのなんかショールーム配信まで来たのはもう2回目なんですよ。だからなんか嬉しいんです、本当にショールームすごくなんかこうやって一人で喋るの苦手なんですけど、頑張るので応援よろしくお願いします。伊藤さん、同い年じゃ、同い年ですか、イエーイ、18歳、同盟、全力で応援するからオーディション頑張り、ありがとうございます、嬉しい、もうぜひ皆さん応援よろしくお願いします。
全部読まなくていいよ。AKB 三昧、AKB 三昧さんね。OK。チーノンケンさん、君可愛いね。ありがとうございます。イエーイ。リホリホ、カッコカリさん、やっぱり年下に見えへん。そうですか。何歳に見えますか私。何歳ぐらいに見えるのかな。結構なんかこの年になっても中学生に見られる時あります、たまに。チャオさん、他のオーディションで悔しかった声ありますか。もういろいろありますよ。面接で落ちたり、書類で落ちたりした時は悔しいですし、あとはね、そう、一番悔しかったのは最終まで行って落ちた時が一番悔しかったですね。だからもうこのオーディションはもう本当にここまで来たので、もう絶対受かりたいです。本当に2回目かまだいい方だね。そうですか。さきひこさん、テロップに名前とか出した方がいいんじゃない。これどうやって出すの、なんかテロップにどうやって出すのかな。あ、これか、これか、よいしょ。まーすほです。 OK。 どう、出た、テロップ、テロップ出たかな。にゃんこ先生、中学生じゃな、中学生じゃなかったの。違います、私高校生です。高校3年生でもう卒業するんです、高校。たかぶんさん、私と同い年ぐらい。何歳なの、ちょっと嘘、嘘です。なおやんさん、こんばんは、こんばんは、はじめまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はじめまして、マスちゃんです、覚えてください。マスホっていう名前でマスちゃんって呼んでくださると嬉しいです。よし、かっかりさん、エントリー番号が若いということは早めに応募したの。私結構早く出しました。そう、あの、なんだっけ、発表されて、なんかその応募しますよっていう、その応募日にちの多分初日に私出したと思います。 AKB 三昧さん、最終落ちきついな、本当にもう悔しかったです、あの時は。ゆりかさん、応援してる、ありがとうございます。なおやんさん、超絶可愛い、ありがとうございます。ルームフォローしました、ありがとうございます。これなんだっけ、なんかハート、どこだっけ、なんかハートみたいなとこ押したらフォローできるんですよね、確かショールームって。え、そうだっけ。フォローしてくださると嬉しいです。テロップ出たよ、おー、よかった、出た出た、よかったよかった。たまに最終までの女がいるから、今回頑張ってな、ありがとうございます、頑張ります。水野、これなんて読むの、水野さん、初見です、こんばんは、こんばんは、自己紹介してほしい。はい、自己紹介します。高校3年生の18歳でアップアップガールズ2期の候補生です。マスホです、よろしくお願いします。生活感のある部屋でいいです、ありがとうございます。もうこれ本当に私の部屋です。キーコさん、僕とタメなんですね、嘘ですけど。嘘かい。アヒルさん、マスちゃんのダンス、手足長くて綺麗です、ありがとうございます、頑張ります。水野さん、アップアップガールズ2期の新メンバーになりたいの。そうです、新メンバーになりたくて、あとそう、大きい舞台に立って歌いたくてこのオーディションを受けました。高文さん、そんな早く出してたの。そうです、もう私多分初日に出しました。よし、かっこかりさん、早いのはやる気が感じられていいね、よかったです、ありがとうございます。もうやる気満々です。伊藤さん、小木ゆかちゃんみたいに受かるまでへこたれず全力でいこう、ありがとうございます、頑張ります、全力で。ZS ちゃん、初見です、ありがとうございます。オーディション頑張ってね、ありがとうございます、頑張ります。水野さん、アップアップガールズ2期の梶島彩ちゃんみたいに鼻でリコーダー吹いてる特技ある。鼻でリコーダーすごいですよね。あれでも鼻でどうやってリコーダー吹いてるんですかね。しかし私家にリコーダーっていうものがないんですよね。なんかリコーダーないんですよね。ちょっと
そう、この前私もできるかなと思ってやろうと思ったら、まずリコーダーがないっていう、もうそっから致命的なんですけど、ちなみに私の特技は下を三つ葉の形にできるです。これです。結構でもできる人いんのかな、ちょっとどうしよう、できる人いるのかな。そうこれね、そう結構難しいんですよ。にゃんこ先生、ほくろがキュートなの、ありがとうございます。ほくろありがとうございます。どこまで読んだ、ムーミンさん初見です、ありがとうございます。マスホです。オーディション全力でね、ありがとうございます、頑張ります。寺町さん、カジのショールーム見たことある、一回だけ見たことあるんですけど、今度また見てみようかなって思います。 ZS ちゃん、強烈なアピールが重要、そうですよね、なんかどういうのがいいのかな。さきこさん、できます、できるの、やっぱみんなできるの、やばいじゃん、ちょっとどうしよう、なぜそれをやろうと思ったのだろう。なんかそう、なんでこれができるかっていう、まず発見をしたのは、なんかなんだっけ、そうなんか歌のレッスンの時に、歌習ってるんですけど、その歌のレッスンの時になんかこう舌を二つ折りにしてみてって言われて、でもなんかなぜか二つ折り、今はできるんですけど二つ折りができなくて、なぜか三つ折りになっちゃうっていう、そこでこれを発見して、これ結構特技じゃないって思ってやろうと思いました。強烈な特技作って、何がいいかな、強烈な特技、なんかちょっとこのね2週間、15日までね、ちょっとなんか見つけられたらいいなって思います。カンツオーネさん、リコーダー100均で売ってるところもあるで、あそうなんだ、リコーダー100均にも売ってるのか。高村さん、ビートボックスやる、あれなんだっけ、ビートボックスってなんだっけ、ヒューマンビートボックスだっけ、なんかこう なんだっけ、なんかチュクチュクみたいなやつよね、違うなんだっけ。ここで強烈なアピールなるものどんどん探していこう、探してきます、頑張ります。とりあえずある分だけの星投げて、ありがとうございます。そう、星をね投げてくださる方が結構いて嬉しいです。マッサさん、カジーのショールームは見た方がいいですよ。本当ですか、ちょっと今度見てみよう。 AKB 三昧さん、身長何センチ、そう身長は163センチです、163センチあります。結構高い方なのかな、163センチです。でも昨日なんだっけ、そうオーディションの時結構身長高い方が多くて、私より高い方も結構いてびっくりしました。アプガプロレスのラクはラク、これとは違うけどみんなできる特技やってたから大丈夫。本当ですか、なんかもう自分が特技だと思えば特技ですよね、きっと。さきひこさん、ヒューマンビートボックスかな、ですね、ですよね、ヒュータン得意なモノマネある、得意なモノマネ、なんかビーバーの顔真似ならできます。あとなんかアルパカに似てるってよく言われるんですよ、なんかね顔がアルパカに似てるって言われるんですけど全然わかんないです。足で髪の毛持つのは、足で髪の毛持てるかな、今ちょっとできないけど、体硬いんですよね私、体柔らかくしたらそれもそれで特技だよね。高文さん、ボイパ、いやこれボイパ、あれボイパとヒューマンビートボックスで何が違うんだ。おにーたさん、下の形をカッコ2できるようになろう、これできたらすごいけどね、めっちゃ難しい、だってまず下離さなきゃいけないからね、カッコってなったら。AKB ゾーマイさん、高い方かな、163ってやっぱ
水野さん、鼻でリコーダー吹いてるようになって、梶島あやちゃんのコラボ演奏は、え、いいね、それできたら楽しそう。なんか他にさ、鼻で吹けそうな楽器あるのかな。グループを問わず目標としているアイドルさんはいますか。別に憧れている人はいますか。目標としているアイドルさんはハロープロジェクトさんもそうですけど、やっぱ一番憧れてるのはあの鈴木愛理さんがすごく好きです。私は咲彦さん、カワウソの次はアルパカか。カワウソ、カワウソ誰かやったのかな。そう、アルパカに似てるって言われるし、そう、ビーバーなんか、そう、前歯がなんか大きいらしくて、私だからなんかビーバーって前歯でかいじゃないですか。だからね、そう、だからビーバーの顔にも似てるって言われるのかな。平均より5センチ高いから男女の身長差の理想が5センチくらいって言われてるからね。あ、そうなんだ。ボイパは基本ドラムだけで、ヒューマンビートボックスは機械音とかベースもやるね。あ、そうなんだ。へえ。マッサさん、確かにアルパカ系かも。アルパカ系ですか、私。アルパカ系の顔です。覚えてください。アルパカです、私。水野さん、館林にホットアイドルにアップアップガールズカッコ2に出るよ。そうなんですか。高文さん、ボイパは日本だけの言い方では基本はヒューマンビートボックスっていうので、そうなんだ、難しいね。ロベルトさん、鼻に特徴がある、そうですか、なんかどういう、なんか大きいとか、やだ鼻と前歯がチャームポイントってことでいこうかな。前歯がでかいんですよ、なんか前歯が大きい人って覚えてください。咲彦さん、リッコが川沿いに出るというのが二期オタの共通認識です。ああ、なるほどね。私もじゃあアルパカ女子で生きてこっかな。50カウント終了、ありがとうございます。ロベルトさん、あの鼻に特徴があるってね、なんかそう、鼻が大きいってことかなあ、1時間経った。1601人ありがとうございます。そう、さっきも言ったんですけどね、好きなアイドルはハロープロジェクトさんとね、鈴木愛理さんですね。まあね、こんな感じでいろいろ自己紹介してきましたが、伝わったかな。ロベルトさん、俺も前歯大きいから親近感。あ、本当ですか、やったー。前歯大きい同盟。これからのショールーム配信予定教えてください。そう、まだちょっと今日はもうこれだけなんですけど、またそう、ツイッターがね、そう、なんかその候補生の一人一人のツイッターがね、あるんですよ。私のツイッターはこれです。え、逆かな、ちょっとアップガールズ517です。ぜひフォローお願いします。このツイッターでなんか何時にやるよとか、あとなんかショールームでもなんか何時に予定しますっていうなんかやつができるらしいので、ツイッターとかでもねやるので、ぜひアンダーバーか、これアンダーバーですね。そう、なのでぜひツイッターのねフォローもよろしくお願いします。どこまで読んだっけな。そう、水野さん、なぜマスオちゃんはアップアップガールズ過去に期オーディションを受けようと思ったの。そう、もう本当に小さい頃から私はもうアイドルになりたくて、ですごいいろいろオーディションを受けてた時に、を探してた時にアップアップガールズ2期さんがそのオーディションをやるって聞いて、アップアップガールズ2期さんに入って、なんかそのいろんなステージで歌ったり踊ったりしたいし、あとなんか曲がすごいいい曲だなって思って、ああいう元気な曲とかかっこいい感じの、かかってきなさいみたいな、なんかかっこいい感じの曲とかもなんかやりたいなと思ってオーディションを受けました。いや、本当にここまで来れたのすごく嬉しいので、もう絶対合格したいです。頑張ります。
さきいこさん前歯でかいとか、あらいちゃんとそれですね。ああらいさんあれですよね、あの過去仮の方ですよね。前歯大きい同盟組めるかも。水野さん、まそうちゃんは坂道シリーズの乃木坂ちゃんメンバーにいて行ってもおかしくないよ。え、本当ですか。でもアップガに入りたい、私は。嬉しいな、でもこういうこと言ってくださるの。ポニータさん、ポニータさんで合ってるよね。そう、滑舌も良くてラジオに向いてる声かも。本当ですか。滑舌いいっていうの嬉しいな。アンダーバーね、そうアンダーバーね、これはアンダーバーです。フォローしてね。さっき公式から一覧が出てたよ。本当ですか。そうなんだね。同盟は同盟組まないんですか。組みましょうよ、前歯が大きい同盟。白石麻衣みたいなパーフェクトな顔面よりは好きだね。本当ですか。でも白石麻衣ちゃんめっちゃ可愛いですよね。なんか色白で本当パーフェクトガールですよね。愛理ちゃんが好きですけど私は。まあこんな感じで自己紹介してきましたけど、なんかちょっとでも知っていただけましたでしょうか。今日はねちょっとこの後ちょっといろいろ習い事がねありますので、ここでちょっと終了なんですけど、明日も毎日配信しますし、ツイッターも毎日更新しますので、ぜひぜひツイッターのフォローも、あとショールームのルームのフォローもよろしくお願いします。じゃあ最後にちょっとコメントを読んで終わろうかな。どこまで読んだっけ。同盟組むために前歯育てますね。そう、私と前歯大きい同盟組みたい人はあの前歯を育ててください。じゃあ今日はここまでで退出ですか。むしゃらでもいいから頑張り、ありがとうございます。鈴木愛理は刃が可愛いよね。それは本当にそう。水野さん、マソちゃん腕相撲は強い、私は腕相撲は弱いです。はい、頑張って、ありがとうございます。応援したくなったよ、また配信見るね、ありがとうございます。リホリホかっかりさん、フォローしたよ、ありがとうございます。マサさん、このルームは長居しちゃうね、落ち着く感じ、ありがとうございます。さきひこさん、最後の一瞬まで頑張ってくださいね、ありがとうございます。最後まで頑張ります。2月の15日までこのアップアップガールズカッコ2期候補生のショールーム配信のオーディションが行われていますので、ぜひ皆さん、私毎日配信頑張りますので応援よろしくお願いします。またいつあの配信するかとかはツイッターに書きますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。あ、なんかあれだよ、なんかさ、なんだっけ、なんか3位に1位みたいなのなんか読んでたじゃん。だからそれちょっと読もうかな。3位ヨッシーかっこかりさん、ありがとうございます。2位たかぶんさん、ありがとうございます。机が揺れた。1位ハローさんかな、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。また見に来るね、ありがとうございます。バイバイ、ありがとうございました。フォローよろしくお願いします。